馬場状態主でのスタート1レースゲートインが終わりました。スタートしました。第一競争です。若干ばらついたスタートになりました。7番トラブルジェンテ、後手を踏んで後ろから先行争い、9番のハワイアンパレス、今日は出ていきます。押して土方颯太、人気の馬、高級戦。そして2番ゴッドシャイン、今日デビューの馬もスタートを決めてインコースから花を主張しそうな感じです。4馬身切れました。10番プラードデラルス、それから3番エスフォアールエールです。1番シェーンフォレスト行って、8番超ワイルド、その後ろ、あと6番ナビゲーター、うち4番橋の王者、5番のラビューサクラは今日も後ろからです。末脚を貯める展開、後方2番手。4馬身差、7番トラブルジェンテ2コーナーからこれから向こう正面800を切りました。今日デビューの2番ゴッドシャインが逃げていきました。安城笹原智弘2馬身リードです。9番ハワイアンパレス、休み明け高級の馬2番手。4馬身後方、10番プラードデラルスが3番手です。あと固まってきました。4番手以降、3番エスポアールエール、1番シェーンフォレスト、外から8番超ワイルドです。あとはその後ろ5番ラブユーサクラ、末脚を伸ばしていきます。中段まで来ました。あとは4番橋の王者以下、400を通過、3、4コーナー中間。ああ、もう独走に入っている前は2番ゴッドシャインです。ゴッドシャイン先頭リードをもう6馬身広げました。9番ハワイアンパレスが2番手、あとは3馬身差。10番プラードデラルス、外から5番ラブユーサクラが3番手流っていく。間に8番超ワイルド、これから直線。さあ先頭2番ゴッドシャインですが、じわじわ差が詰まってきたか。外からぐんぐんと伸びてくる5番ラブユーサクラが一気に前を捉える。キーバーハウエンパレス3番手から2番手に接近、その後ろからは8番超ワイルド、抜けた5番ラブユーサクラ、追い込み決まった、五輪着は2番ゴッドシャイン、キーバーハワイアンパレス3着です。